エースコミックチャンネル。ああ、外寒っ。今日寒いですよね。もう12月ですし。暖房これついてんの？一応ついて。え、開けすぎじゃないですか？だって寒いもん。どうやったら寒さしのげんだよ。あ？いや、そうですね。前を閉めればいいという指摘はいろんな意味でやめておいた大山くん。ん？何見てんだよ。いやいや、見てないですよ。嘘つけエル野郎が。絶対見てた。金払え金。ん？どうしたんですか？お前の手あったか。え？そうですか。そうだよ。私の手とか冷たくね？そうですね。あったけー。人間回路じゃん。大山回路。なんだこれ。あっためろよ。やばいって。なんかこれは結構役に立つじゃん。はぁ、くっさ。あれ大山、お前顔もしかして。やばい、意識してんのバレ。やっぱ顔もあったけえな。おい、え、ああ、そうですか。絶対いつもより体温上がってる。そうだよ、ほら私の顔超冷てえよ。触ってみ。え、触ってみって。いいのか。でも気になるっちゃ気になる。冷てえだろ。大丈夫か、こんなことして。でも確かにひんやりして。顔もあったまる。それにしてもくすぐった。わくさん、肌綺麗だな。ツルツルで柔らかいし、うん、触り気持ちいいな。一生触ってられる感覚。ん？あれ、なんか熱く。はあ、やっぱ暖房の温度を上げすぎた。熱くなってきたわ。もう手。あ、ですよね。上げすぎですって。悪い悪い。冬も最高。最高、こたつ最高。やばいですね、こたつが来た。まさかこたつもらえるとはな。大家さんに感謝ですね。でもくれるとき呪文みたいなのブツブツ言ってて怖くなかった？これでラブコメ展開に入ったら呪われる？いやいや。はぁ、なんもやる気起きない。それはいつもじゃ。あ、大山の足が当たった。すみません。スケベ、早速こたつを利用してセクハラしてきた。違いますって。許してやるからジュース持ってきて。わかりましたよ。今それじゃない、炭酸持ってきて。うん。大山、続き持ってきて。大山。いや、ちょっとは自分で動いてくださいよ。は？だってさっき。その分は終わりでしょ。ねえ、持ってきてよ。ちょっと、阿久津さん。お願い。ちょっと、足くすぐったいですって。え？じゃあもっとしちゃおう。うりうり。ちょいちょいちょい。ふりふり、持ってくるまでやめねえぞ。ダメだ。ここで甘やかして言うこと聞いたら。どうした？冬はこれからなのに、毎日命令される羽目になる。ちゃんとビシッと言わないと。な、阿久津さん、自分のことは自分で。うーん、このバカ、どこに足。どこに当たって、どこに。二人ともしばらくこたつから出られなかった。あー、やべえ、こたつやべえ。ずっと冬でいいだろこんなの。ジュースも漫画も持ってきてくれるし、中にトイレついてたら完璧なのに。
つうか、その持ってくるやつ遅えな。どこまでジュース買いに行ってんだ。お？あー寒い。大家さん、ちょっと待っててくださいね。今持ってきますから。ありがとう。でもいいのに、こたつのお礼なんて。あ、どうしたんですか、阿久津さん。一体何を。大家さん、何この状況。倒れた。腹痛えから帰るんだよ。絶対嘘。お前これ以上サボったら冬休みまた補習だぞ。マジで。俺は阿久津さんの味方ですよ。そのもし冬休みが補習だらけになったら。あ、なんだよ。一緒にどっか行く約束したのに行けなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。え、チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらです。グッドボタン、コメントも待ってっから。